見て分かる通り、なんとなんとギターじゃなくてブズーキという楽器を、演奏したいなと思います。エリちゃんのオリジナル曲のトリスケルという曲を演奏したいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。Thank you.
はい、トリスケルを聴いていただきました。はい、というわけでこのねブズーキを弾いて演奏したわけなんですけれども、はい、実はこのブズーキをですね今年の1月に、ゲットしまして、ちょっとこのブズーキの紹介をしたいなと思うんですが、チューニングがですね、弦が今というかあのいつもなんですけど弦がですね、8本張ってありまして、はい、で、2本ずつ全く同じ音の弦が張ってあります。はい、でそれられなんですけれども、そう、はい、なのでそれられなので、このまんまジャラーンって弾くと G アドナインスのコードになるんですよ、何も押さえなくても。はい、でこのトリスケルの曲の中にコード G のところが結構あるんですけれども、そのコード G のところで、G アドナインスを弾いても変にはならないというか、むしろちょっとねノスタルジックで素敵な感じになるんですけれども、結構ねもうそのままもう何も押さえないで弾くっていうところがね、さっきも何か所かあったなと思っていただけた方もいると思うんですけれども、はい、そんな感じで、G コードを弾くにはとっても楽なブズーキです。わーい。はい、はい、エリちゃんはですね、あれこれはなんか変わったフルート、 あれフルートってなんか銀色のイメージだけど、あれこれはなんだこれはなんだ、これはアイリッシュフルートというアイルランドのフルートです。ちょっと渋くて、温かい音色、はいはい、ちょっとこう土っぽい感じっていうかね、自然を感じるような音色がアイリッシュフルートの魅力かなって思って吹いてます。アイリッシュブズーキと合うよね、すごくなんか民族チックに ね、はい、ね、民族感が民族感が入ってますという感じで今日は演奏動画をお届けいたしました。じゃあではでは、じゃあバイバーイ。バイバーイ。